今シーズンのダーツはやっぱ、まあ、1位でもそうだし2位も年間狙えたのにこう、まあ、こう食い込めなかった感じがまあちょっと悔しいな。初優勝できたのでいい感じだと思います、はい、ジャパンで初めてこんないいところにいるので、まあ、悪くはないですよね、はい、11戦くらい、入賞が続ないまま続いてたんですけど、もう1回優勝したっていうだけで十分褒められる内容やったんかなって思います。でも成績考えてないですからね、僕成績考えるとあちこちなんかあれなんで、もう成績じゃなくてもう楽しくやるだけだなって思ってます。僕は自分が上手くなりたいというよりも周りから見た時にいやダーツってすごいんだねってもっと言ってもらえるようにするためには自分だけじゃダメなんですよね。上手い人がいかにすごいって思われるかというのはやっぱ数もないといけないと思うんで、若い子たちにもちょっとこう勢いをもっと持たせてあげたいなっていうのがありますね。もっといいダーツしたいなと思って投げてるんで情けないです。ナイスだ、まあ、やかった佐々木優勝。いやー要所要所に入れたな。復活してからの初優勝みたいな感じですよね。いやそうですね。